スーパー戦隊シリーズ110戦隊ガオレンジャー。110戦隊ガオレンジャーは2001年2月18日から2002年2月10日までテレビ朝日系列で毎週日曜7時30分8時に全51話が放送された東映制作の特撮テレビドラマ及び作中で主人公たちが変身するヒーローの名称。スーパー戦隊シリーズ第25作目にして21世紀最初の作品で百獣の王、ライオンをはじめとする動物をモチーフに選んだ。オープニングにはスーパー戦隊シリーズのロゴとともに25スアニバーサリーが表示された。タイトル候補は複数存在したとされる。坂井一慶によるとオーディションの台本にはガオガオマンという名称が記されていたという。長年スポンサーの一社としてソーセージなどを生産、販売していた雪印食品が牛肉偽造事件の影響により本作品を最後にスポンサーを降板。自作、推し風戦隊ハリケンジャー以降は、プリマハムが商品提供を担当することになる。明快なストーリーとも相まって、老若男女問わず多くの視聴者に支持された本作品は、日曜の朝としては、異例の2桁の視聴率を叩き出すほどの人気を獲得した。特に最高視聴率は、テレビ朝日の同時間帯における最高記録を20年ぶりに塗り替えた。児童向けの番組でありながら年齢層を問わない支持を集め、各種メディアなどで話題となった。また放送終了後も根強い人気があり、2011年のグーランキングの夢中になったスーパー戦隊シリーズはのアンケートではランキング1位に輝いた。ガオブラックを演じた坂井一慶は2006年に放送から数年を経た今でも街で子供たちやその親から声がかかる。その子たちはどう見ても本放送を見た世代じゃないし、しかも俺はレッドじゃなくてブラックなのに、とコメントしている。西川貴教や藤井隆が本作品のファンで出演者を自分の番組にゲストとして招くなど芸能人にもファンが多い。本作品の大ヒットに伴い、東映サイドに局側やスポンサーから翌年の続編制作の打診もなされていたものの、続編を作るとマニアックな内容に変貌して尻すぼみになる可能性が高いという理由から断ったことが放送終了後の東映専務鈴木武之へのインタビューにより明らかとなっている。21世紀を迎えた世界は環境汚染、生態系の異常、人間関係の疲弊化により地球の生命力が減少しつつあった。それにより闇の奥底から発生した邪気が具現化し、角を持つオルグと呼ばれる邪悪な鬼の一族が出現した。ある週末の夜、都心に現れたオルグと戦う4人の戦士、ガオレンジャーは混乱の中でパレードに参加していた象が暴れるのをなだめた獣医師、獅子僧を見かける。騒ぎの翌日、ガオの巫女テトムの命を受けたガオレンジャーの4人に連れて行かれた。獅子は空に浮かぶ天空島アニマリウムで死後聖獣パーアニマルという第一の精霊である正義の野獣たちのリーダーガオライオンに出会う。ガオライオンは獅子を認め、テトムへ彼を連れてくるように伝えていたのだった。ガオイエローと名乗るリーダー格の青年、ワシオガクは彼に告げる。もしガオレンジャーになりたいのなら獅子僧という名もその過去も捨てろ、と。それに対して獅子は答える。俺は獣医だ。医者は助けを求める声に応えないわけにはいかない。こうして彼はパワーアニマルに選ばれし、ネオシャーマンの戦士ガオレンジャーの5人目にして、ガオライオンに選ばれたリーダーガオレッドとなり、他の4人と共にオルグとの戦いに身を投じる。パワーアニマルに選ばれたネオシャーマンの戦士たち。メンバーはそれぞれガオジャケットを着用し、パワーアニマルとの絆であるガオの宝石を所有する。また、ガオレンジャーとしての掟として、変身前も個人の名前ではなく一貫して変身後のスーツの色で呼び合う形をとっている。メンバーの名字はそれぞれ自身のパートナーのパワーアニマルにちなんでいる。物語中盤で1000年前のガオの戦士の墓が登場。先代のガオの戦士たちは、ガオスーツや専用武器が存在しないため、当時の武器や武具で武装し、強化された肉体を駆使して戦っている。集合名乗り時の決め台詞は、命あるところ、正義の雄たけびあり。110戦隊ガオレンジャー。ガオレンジャー初期メンバー5人の個人武器。合体させることで、ハジャ110件になる。地球の生命力そのものが、地球上の様々な物質や元素を吸収し地上の動物の姿をとって実体化した大自然の精霊。鉄などの金属系の元素を多数取り込んだため、金属質な体表となっている。邪気に染まってしまった場合は地球にあだをなす魔獣になるが、邪気が浄化されれば元のパワーアニマルに戻る。ガオソウルと呼ばれる地球のエネルギーをガオソウル光線として口から放つアニマルハートは全パワーアニマル共通の技。だが、これは彼らの体力を著しく消耗させるので多用はできない。ガオハンターを構成する3体はクエスト16から登場。大神が狼騎だった頃は魔獣だった。千騎の修羅百騎剣の前に全滅したと思われたが、完全には消滅することはないため、最終決戦には、世界中に眠っていたガオピーコック、ガオスティングレー、ガオホース、ガオマウスをはじめとする100頭のパワーアニマル、文字通り、110が駆けつけ、下記の者たちもすべて復活した。この時に見せた110アニマルハートは、100体のパワーアニマルのアニマルハートと、初期メンバーの重光剣とシルバーのガオハスラーロットからのガオソウル光線を一斉に放つ技である。クエスト24ではガオアニマルという呼称が使用された。複数のパワーアニマルが110合体の合図で合体して誕生する巨人。ガオの巨人とも呼ばれており、精霊の王ごとに別名がある。腕や足を構成する。パワーアニマルを入れ替えることで様々な形態にパワーアップする形態を110武装という。この武装はマルチ合体と呼ばれ、後のシリーズでも定番となる。魔獣時の合体は魔獣合体で、換装も魔獣武装と呼ばれる。ゴッドパワーアニマル同士の合体は神獣合体だが、110武装は行わなかった。ガオキングクエスト2から登場。ガオライオン、ガオイーグル、ガオシャーク、ガオバイソン、ガオタイガーが110合体した精霊の王。バランスの良さと技主体の戦闘を展開。ガオレンジャーは合体状態のガオライオンに一体化してコクピット空間に転送。コントロールパネルに重光剣をセットしてライズアップの合図で人型のガオキングに変形する。ソウルバード誕生後はガオレンジャーが一体化する前にガオキングの姿になり、ガオレンジャーを乗せたソウルバードが背中から一体化することで2倍のパワーになる。クエスト50の戦記戦では、パワーアニマルたちの石だけで合体、戦闘を行った。武器はガオシャークの背びれが変形した剣フィンブレード。使用時にはガオキングが牙を剥き、怒りの表情になることもある。通常技は、右パンチのシャークショットと左パンチのタイガーアタック。両足からは、バイソンキック、霧もみ回転しながら連続キックを決める、ダブルバイソンキックを放つ。必殺技は5体のパワーアニマルの口から、ガオソウル光線を同時に放つ天地、轟なるアニマルハート。ソウルバード融合時は、ソウルバードの機種が変形した手法の力も加えた、強化版の天地。轟なるスーパーアニマルハートを使用。逆立ちした状態からアニマルハートを放つ天地逆転リバースアニマルハートやフィンブレードからビームを発射する怒涛一閃サージングアローを使用したこともある。110戦隊ガオレンジャー vs スーパー戦隊では歴代スーパー戦隊の1号ロボのスーパー戦隊魂を込めて強化されたスーパーアニマルハートを放った。猛獣使いオルグ、モニターオルグといった操り能力を持ったオルグ魔人に2話連続で操られ、クエスト45では、テトムを人質にしたヤバイバにムーンウォークを強要され、ハリケンジャー vs ガオレンジャーでは、ジャカンジャが変身した偽ガオレンジャーに操縦されるなど、敵に利用されることもあった。ガオマッスルクエスト10から登場。ガオイーグル、ガオバイソン、ガオベア、ガオポーラー、ガオゴリラが、110合体した筋肉巨神。怪力と耐久力を生かした肉弾戦を行う。武器は鎖付きの怒りマッスルアンカー。両肩には左右に4門ずつ、計8門のビーム砲、マッスルクラッカーを備える。通常技は敵を両腕で締め付けるマッスルベアハック、両足で霧もみ回転キックを放つバイソンキック。必殺技は左腕右腕の順で力を高めたラリアットを叩き込む合力無双マッスルラリアット。ガオキングダブルナックルと同様に攻力場縁滅ベアストライクも使用。クエスト20で狼騎にガオベアとガオポーラーを奪われたことで一時期合体不可になるが、2体が戻ってきた後は、ガオマッスルストライカーとして運用されることが多くなったことで、通常のガオマッスルは第3クールには登場せず、第4クールのクエスト44において24話ぶりに通常のガオマッスルが登場した。劇中に登場する合体以外に、両腕をガオタイガーシャークに換装した形態、ガオマッスルアナザーアームの特射が存在する。ガオハンターガオルフ。ガオハンマーヘッド、ガオリゲーターが110合体、または魔獣合体した守護巨人。武器はガオリゲーターの尾とガオハンマーヘッドの尾をつなぎ合わせたリゲーターブレード、ガオウルフの尾であるクレセントブーメラン。通常技は右手のガオハンマーヘッドで殴るハンマーショット、左手のガオウルフで殴りつけるウルフアタック。必殺技は胸のガオリゲーターの口から強力なガオソウル光線を放つ、天地神官ビーストハリケーン。ガオマッスルの攻撃バイン滅ベアストライクと同等の威力を持つ。ガオイカロスクエスト31から登場。ガオジュラフ、ガオライノス、ガオマジロ、ガオディアス、ガオファルコンが110合体した天空の精霊の王。その名の通り、背中の巨大な翼で自在に空を舞う。翼は飛行以外でも使われ、翼に備わった巨大な目からは、高速光線、イカロスバインドを放ち、翼を体の前面に畳むことで、防御強化のディフェンスモードになる。必殺技は上空高く舞い上がり、オーバーヘッドキックでガオマジロを蹴り飛ばす、究極点技イカロスダイナマイト。左腕のディアスシザースで敵を持ち上げ、振り回して投げ飛ばす、天地逆転ホーンクラッシュ。ガオキングストライカー同様に強縮一戦ライノシュートも使用。劇中未使用であるが、新婚飛翔イカロスシュートという必殺技も存在する。ガオケンタウロスクエスト 43.44 に登場。巨大、ガオライオン、ガオシャーク、ガオタイガー、ガオエレファント、ガオファルコンが合体した巨人。大いなる勇者や偉大なる聖者とも呼ばれている。その名の通り、ケンタウロスのように、人馬一体の姿をしており、陸と空に加え、鬼霊界に行き来することも可能。初登場時は、ガオレンジャー不在のままで合体し、鬼霊界内のガオレンジャーを救出した。必殺技は、イカロスバインドで敵の動きを封じ、空中から急降下して、エレファントソードで連続斬りを行う、究極剣技獣王の舞。また、実現には至らなかったが、ガオゴッドから渡されたパワー棒を使用する場面も予定されていた。テトムの卵焼きの効果が切れ、ガオライオンが元の大きさに戻ったため、この形態は2回のみの登場に止まったにもかかわらず、終盤のオープニングに1カットだけ登場している。ガオゴッド5体のゴッドパワーアニマルが、神獣合体した巨大なる神で、ガオキングに近似したフォルムを有する。ジンゴを放し、自らの意志で、先代、ガオの戦士と共に戦った。また基本的にパイロットを必要としないが、他の精霊王とは異なる構造のコックピット空間は存在しており、劇場版ではガオシルバーを乗せて戦っている。1000年前の百鬼丸との戦いで敗北したことで、消滅して魂だけの状態になりながらも、クエスト21から現代に姿を現し、狼騎を説得したり、裏究極体との戦いで戦死したワシオたちに復活のための試練を与えるなど、現代のガオレンジャーを支援していた。クエスト31において、ワシオたちと共に蘇生を果たすが、ガオレンジャーにそのことは告げず、風太郎に姿を変えて活動。クエスト36において、復帰戦を飾った。テトムからは、荒神様ガオシルバーからは、千年の友とも呼ばれている。温厚ではあるが、ガオレンジャーに試練を与える際やオルグに対しては、厳格な面も見せた。通常武器、技は、頭の角を取り外して変形させた弓矢のパワーアローを手持ち武器とし、右腕のガオソーシャークのノコギリに真珠のガオソールを込めて敵を切る真珠光人剣も使用。必殺技はパワーアローから誘導式の光の矢を放つ天柱パワーアロー。ガオキングの天地、轟なるアニマルハートと同種の必殺技、ゴッドハートも使える。ガオナイト劇場版にのみ登場した炎の精霊騎士。詳しくは、劇場版110戦隊、ガオレンジャー火の山、吠えるパワーアニマル、精霊王を参照。数値は突起のない限り、110戦隊、ガオレンジャー超全集に基づく。この世に漂う邪悪な思念や衝動が持つパワーが、実体化した魔物。古来から、鬼、デーモン、オーガなどと呼ばれて、郷土信仰や民話に登場した存在で、オルグを放っておけば地球は重い病に陥り、あらゆる生命体は絶滅してしまう。地球にとっては悪性のウイルスのような存在であり、滅ぼされたとしても、自然の力が弱まりこの世に邪気が満ちると出現し、その衝動が邪悪であれば強力なオルグが作り出される。オルグたちはいずれも生命の源である角を持っており、角の数が少ないほど高位かつ強力なオルグで、ハイネスリュークやリュークなどの上位オルグは、鬼洞窟マトリックスを本拠地としている。また、角を失うと徐々に弱体化し、緑色の血を流して死んでしまう。オルグは特定の場所で誕生するわけではないので、下位のオルグマ人は最初から組織に属しているわけではなく、ハイネスデュークもしくはデュークオルグに、スカウトされるような形で組織に加入する。ほとんどのオルグは心を持たないと言われているものの、どこか人間臭いハイネスデュークやデュークオルグ、オルグマ人が存在している。巨大な一本角を持つ最高位のオルグ。表向きはオルグマスターの代行者であるが、実質的なオルグの支配者である。背にマントを装備している。それぞれがオレンジャーに倒されるが、ヘルデュークオルグとなった。杖杖により3体揃って、ヘルハイネスリュークとして復活。復活後は、以前を上回る戦闘能力で、ガオレンジャーを一度敗退させるが、ハジャ110剣とシュラ100騎剣とのぶつかり合いで、敗れてしまう。しかし、その後に3体の亡骸の液体が融合して、戦機になる。一本格のオルグ。ハイネスデュークに次ぐ実力の持ち主で、中間管理職的な役割を担う。本作品では放送開始当時すでに20代半ばを過ぎた金子昇と酒井一慶など他作品と比べや年齢が高めの俳優が起用されている。一方、ジャニーズジュニア出身で19歳の柴木健や15歳の現役高校生だった竹内美翔の起用など例年の若手俳優の登竜門という一面も保っている。東映プロデューサーの日笠敦は、前年の未来戦隊、タイムレンジャーや仮面ライダークウガでイケメン人気の一端は感じていたがそれが常態化するとは考えていなかったため、本作品のキャスティングの時点では、イケメン要素については意識していなかったとしている。しかし、本作品及び同年放映の仮面ライダーアギトから、キャスト中心のムック本が発売されるなどし、ヒーロー俳優へ、世間の注目が集まるようになっていった。金子と玉山哲司は本作品への出演によって注目され、後のメジャー路線での活躍の足がかりとなった。また、映画監督としてのデビュー作、グローイングローインの公開を控えていた堀江圭も注目され、本作品の効果もあり、名前が知られるようになった。風太郎を演じた有岡大貴は放送当時は、子役として活動していたが、後にジャニーズ事務所に移籍し、2007年よりアイドルグループ Hey! Say! JUMP のメンバーとして活動している。ガオレット役のスーツアクターには、それまでシリーズで悪役レギュラー中心に活躍した福沢博文を起用。以後の作品でも福沢はレッド役を演じることになった。アクション監督の武田道弘は、福沢が前年に仮面ライダークーガ第1話、第2話で担当したズグムンバの演技を高く評価しており、そのことが本作品での起用につながったと述べている。ガオ・ホワイト役の蜂須賀雄一が女性キャラクターを担当するのは、電磁戦隊メガレンジャー以来であった。また、本作品でガオレンジャーを演じたスーツアクター、並びにヤバイバの声を演じた坂口孝一と大岡美紀の声を演じた竹本英氏も顔出しで一般市民役で出演した。ガオレンジャーの6人の変身後のオープニングクレジットは英字表記となっている。前作、タイムレンジャーに引き続きメイン監督を務める諸田聡を筆頭に演出陣の顔ぶれはほぼ前作と同様であるが、本作品では新たに木曜の怪談、アナザーヘブンなど数々のドラマの演出に携わった前原健三が後半より参加している。また脚本面ではメガレンジャー555に続きメインライターとしては3度目の起用となる竹上純喜に加え、共にシリーズ初参加となる赤星聖章と酒井直之がサブライターとして名を連ねるなど、演出陣とは対照的に顔ぶれが一新された格好となった。なお本作品では他のシリーズ作品に比べてサブライターの参加が遅く、赤星が参加するクエスト19より前の18話分はすべてメインライターの竹上の手によるものであり、放送当時としてはシリーズ中最多の連続執筆回数であった。前出の前言、赤星以外にもチーフカメラマンの菊池渉、キャラクターデザインの佐藤圭一、そして音楽の中川幸太郎など、本作品ではそれまで東映特撮作品とはあまり縁のなかった、もしくは当時まだ若手だったスタッフの新規参入が目立っている。本作品では従来プレックスが担当するヒーローデザインを外部のデザイナーに描かせてみようという試みもあったようで、実際に原田、佐藤によって描かれたヒーローデザインの中にはマスクのコンセプトの一部が決定デザインに取り入れられたものも存在する。激走戦隊カーレンジャーより始まったシングル大量リリース路線から一転し、本作品でのシングル CD は主題歌と V シネ版主題歌などを合わせて3枚に止まり、ソングコレクション、オリジナルサウンドトラックがそれぞれ1枚ずつのリリースとなった。新規の挿入歌及び、劇とも曲に関してはそれらをセットにしたミュージック&ソングコレクションを発売することで対応しているが、例年に比べて劇とも BGM や挿入歌のインスト版など未収録曲が多くなった。一方、コロちゃんパックでは2年ぶりにオーディオドラマが発売されている。上記のほか、クエスト11でエブリーリトルシーイングのホースオブハート、クエスト34で並木道子のリンゴの歌が使用された。また、クエスト12ではつえつえ、ヤバイバ、主典に化けたコピーオルグがモーニング娘。の恋愛レボリューション21の一部を歌っている。放送回のカウントはクエストの国を使用。サブタイトルは一部を除き2分節で構成されている。個別に項目が存在するものは、当該項目を参照。各作品における詳細は、それぞれの項目を参照。ありがとうございます。